吉田さん、数時間後にお会いできますね。よろしくお願いします。まあなんでしょうね、ちょっと焦らないといけないと思いますね。私はね、多くの人に言いたいんですけども、あと何回それできるかなとかね、あと何回会えるだろうか、あと何回自分は今日という似たような日々を過ごすことができるかなって言ったら、そんなに多くはないんですよ。だって年末年始って誰もが当たり前のように経験しますけども、10回やったら10年経つわけですよ。ですんで、あと何十回できるんだろうか。夏っていうのはとってもね、魅力的な季節ではあるんですけども、日本の夏ってのは、でもそれもあと何回できるかなと思うと、海に行ってね、スイカ割りをしたりとか、かき氷食べたりとか、なんかね、泳いだりとかってあると思いますけど、海の楽しみって、あと海のレジャーってあと何回できますか。生涯でキャンプってあと何回できますかってことを考えると、多分そんなに多くはないんですよ。昨年の夏の思い出って何かありますかって聞いた時に、こんな思い出がありますっていうふうに語れる人ってあんまりいないと思うんですよね。だから私はね、焦るぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。で、焦ってやることがもはやもうそのスピード感が焦らなくなった時に、やっと時間軸が合ってくると思うんですよ。自分の中の時間とこの客観的な時間っていうのがピタッと一致すると思うんですよ。多くの方はね、自分の中の時間軸と世の中の時間軸があまりにもギャップがあるんですよね。ギャップがありすぎて、そのギャップに気づけないんじゃないかなと思います。急がないとね。だからね、ちなみに吉田さん、人生最大の買い物って何ですかっていう質問が来てますけども、どう答えます？それじゃあ後ほど。